じゃあラスト、はいはい、OK です。ありがとうございます。はい、こんにちは、イチローです。今回の企画は皆さんお待ちかねのクールレーシングの片岡さんとコラボするよ。このコラボのきっかけになったのがスタイルワゴンっていう雑誌があるの、はい、そのスタイルワゴンの小林さんっていう人が、うん、ちょっと雑誌の中でこの新型ハリアーについて対談をしてほしいと。おお、なるほど。まあどういう理由で僕と片岡さんになったのかは分かんないけど聞いてみないと後で聞いてみたいね、はい、でそのハリアーの対談をする前に僕はちょっとそれをね動画に撮らせてほしいと、うん、お願いしたわけです、はい、そしたらまあ皆さん小林さんも片岡社長もやりましょうみたいな感じになったんで、今からスタイルワゴンの小林さんを駅まで迎えに行きたいです、はい、でその後片岡社長を迎えに行ってでここに来て対談をするみたいな。なるほど。途中新型ハリアーの4人乗車のレビューもやるみたいな。なるほど、盛りだくさんですよ今回は。はい、はい、じゃあ早速迎えに行きましょう。はい、レザーパッケージ、これ大型ナビだよ。めちゃめちゃこれ大きくないですか？前の試乗車と違うでしょ違う。あれこれは社長の車って思いがちだけど、はい、上見てなーい。これもねトヨタのディーラーさんが今回の企画のために車を用意してくれました。僕の車いつ来るんだろうな。そうですね。こっちだった。しかもねこれハイブリッドだよ。おお。この間はガソリン車でしたね。そう、ハイブリッド乗るの初めて実は。こんな感じですかね。本当に。はい、ここ大高駅。はい。おるかな小林さん。いますかね。あれ？あ、あそこにあそこにおるあそこにおる。あ、いました。今回このクールレーシングさんの片岡社長とまあノブレッセの社長がなんでコラボをすることになったんですかね。まあ。先月、スタイルワゴンでもちょっと新型ハリアーのですね、特集をやらさせてもらったんですけども、実はまだ、実車がなかなか、ディーラーさんにも届いてなかったり、アフターメーカーさんも実車がないから、パーツの開発ができないっていうことがちょっと多くて、はい、で、じゃあその実車見ないとやっぱり車としての魅力であったり、あとじゃあカスタムするんだったらどういうことしていけばいいのかなみたいな部分って見えてこないと思うんですけども、うん、まあノブレッセの久保さんで言えばもう今いろんな車に試乗しながら YouTube で上げてってると思うんですけど、はい、やっぱりそれだけやってるとハリアーももちろんこの間試乗してもらってなんか動画を上げてたと思うんですけど、はい、他の車と比べてハリアーってどうなのかっていう部分すごく、理解してると思うんですよもう今の段階で、はい、でそういう意味では車としていいとこ悪いところ説明してもらえるのかなっていうのがまず1個がありまして、でクールさんに関して言うと、まあ、先月号スタイルワゴンの方でもちょっと、お店の方にお邪魔させていただいたんですけども、はい、1台開発用の車がもうすでに入ってきたと。で実際ローダウンしてホイールのインチアップまでしてもらって、うん、まあ純正と、インチアップした車比較するとどうなるかみたいなこともいろいろやらさせてもらったんですけども、はい、もうその製品開発のために車のいろんな部分を、見てで、まあ、足回りなんかもチェックしてもらってて、おそらくアフターメーカーさんでもここまで、スピーディーにいろいろやってる、メーカーさんって少ないと思うんですね。そういう意味ではもうカスタムじゃあこれからどんなことしていこうかみたいなことを、片岡さんの中でもある程度固まってると思いますし、もう製品開発も進めてると思うんですよ。でそうなるとやっぱり車結構もう、知ってる久保田さんと、カスタムについて、もうすでに始めてる片岡さん、結構このカスタムメーカーさんの中でも、もうハリアーについていろんなことを、もう分かってる2人だと思うんですね。はい、その辺含めて、掘り下げられればいいなと思ってます。なるほど。そもそも、はい、スタイルワゴンの雑誌じゃないですか、はいはい、ワゴンなのにハリアーってありなんですかねですよね。多分読者もそう思ってる方多いと思うんですけど、うん、スタイルワゴンだからワゴンだけっていうわけでは決してなくて、その辺は気にせずやらさせてもらってますので。あやちゃん、はい、さあ、うん、こうやってある意味動画じゃなかなかできんことじゃない？まあそうですよね。そうだから雑誌で対談っていう部分では面白い企画だと思うんだよね。いやめちゃめちゃ面白そうですけどね。そうだからまあ実際これ本当にコラボするのも初めてじゃん。はい、片岡さんと、うん、すごい視聴者の皆さんコラボしてコラボしてってね。そうですね、ようやく実現さあ、見えてきた。間もなくあれだ、目的地です。おあったー、お目的地は右側にあります。大きいなあ。いた、片岡さんだ。あ、片岡さんおるじゃん。ああ撮ってんのちょっとこんにちは。はい、今ちょっと車並べ替えてました。はい、そのままね、ちょっと奥まで行って止めてもらえればね。はい、いいよ。はい、お疲れさん。あ、どうもお久しぶりで。お久しぶり。大阪以来じゃないのね。そうですね、大阪以来ね。そんなに会ってないんですか？合ってないですよ。意外と近い。意外と近い。いや、埼玉、関東とか行ってらっしゃいますもんね。そう、緑区大高町まで住所一緒なんですよ。そうそう。初めて来る。はい、ここクルーレーシングさん。ハリアもあるよ。はい。え、もうハリア来たんですか？当たり前じゃないですか。もう今4台、車。もし。一番最初にオーダーかけたのにまだ一台もまだ納期聞かれてない。あれ、これは違うんですか？これ借りてきたトヨタさん。そうなの？だってうちさ、デモカーで仕入れてさ、いきなりもうこれ何これモデリスタのエアロついとるよ。そんなわけないじゃん。もうフルカスタムやな。早いですね。4本出しマフラーですよね。これもう車庫長組んであって、で足回りのチェックとか今して、これも昨日か栃木行って、ほんで帰ってきて、今日朝帰ってきた。走ってきた。走ってます。あ、そう。ああ、これすごいじゃん。これ結構乗り心地いいですよ。え、車庫長どこまで行く？ブリッツ。あ、ブリッツだ。いい感じの車庫ですね。ほんでホイール21インチで、でちょっとギリギリまで攻めて、こうね、どれぐらいこういけるかとか。もう4台入っとるのね。入ってます。もうね、1台はエアロ作っててとか、いろいろ早すぎ。いや、もうめっちゃ早く食べました。いや、僕も早かったのにな。え、肉ばっかり肉ばっかり4区だのに。あ、じゃあそれは来ないかもしれない。しくった、しくった。あとカワシートを頼むとすごい遅いんで、そう。カワーシートだし、ルーフだし。あ、もうダメです。もう全然来ないです。全然来ない。あ、いっぱいつけると。いっぱい全部つけちゃった。あ、なるほど。さすがフル装備。違うな。いや、これ楽しい対談ができそうだね。はい。これ上にもホイールは？これ、こうホイールもたくさんつきますもんね。そうですね。ここ2階はワークさんとかのホイールが多いんだけど、そう、1階がショールームで、2階はね、完全事務所です。あ、2階は事務所なんです。事務所です。で、ここの中は整備のピット、うん、でこっちがもうえらいことになってますけど、エアロとかの作ってるわけじゃないよね。そう、もうここに全部塗装済みから未塗装入って、ここから発送してます。各店舗に。そう、あ、各店舗にね、うん、あ、なるほど。コンクリとかが売れたら、ここで色塗って全国のショップに。そういう感じ。なるほど。ライズもあるよ。あ、本当だ。今からカスタムですね。あ、今からカスタムね。これ、ちなみにこれ、あ、ボッコボコなんですよ。ここでなんか検証動画撮っとったじゃん。いや、それじゃないですよ。積載車とかで多分ドーンといってると思う。僕じゃないですよ。ちなみに、はい。小林さんは久々ですよね。ここ来るのは本当久々で、でも、多分クールさん初めて取材させてもらった時って、多分近くここのはずなんですよね。まだ多分埼玉県プレミアム店もなかった。まだプリウスの時代ですね。そうですね。そうするとね。スタイルワゴンとクールさんは。どういう歴史？どうだろうね。でも、もともとクールさんってチューニングメーカーっていうか、チューニング屋さんですよね。もともとはドリフト系の車を扱うショップをやってて、それでドリフトが得意なんだ。ドリフトがまあ得意っていうほどうまくないですけど。だってあやちゃん横乗りたい人だよね。はい、昨日も動画見てきました。マジですか。はいね、あの動画、はいね、すごいね。好きなだけっていう。やっぱりアルベルやりだした頃のメタルベルファイヤーとかね、メタルボートベルファイヤーの時のね、ちょっとあれはすごかった。これこんな感じのやつ、多分あれで一気になんかミニバン、今までねクールさんミニバンのイメージなかったから、あ、クールさんってこのミニバンにすごい強いカスタムショップだっていうのが結構一気にガーンって広がっていったイメージは僕の中ではあるかなっていうのは。いやいや、それだけただ本当にプリウスやってて、でアルベルが30が出た時にどうしてもミニバン一回やってみたいと思って入った時に売れんじゃないかなと思う、すごい心配してたの。そこで表紙にしてくれたんですよ、スタイルワゴンさんが。そこからブレイクしてますから。おお、なるほど。実は頭上がんないんですよ。いやいや、いろいろと頭上がりませんですね。そうなんですよ。聞けたら、多分これから車買いたい人、これからカスタムしたい人がすごい参考になる情報はすごく得られるんじゃないかなと思って、今回ちょっとお願いさせてもらったなっていうのが1個ありまして、これね、これからスタイルワゴンで雑誌で対談の取材をするの。そうなんだ。あれ聞いてないの？あるもんでいいキャラしてる。でこの雑誌をね見ればどんな対談をするのかっていうのが分かるわけですよ。なるほどね。でこれ今どういうふうに取材をしていくのかっていうのをこの後ね続きますんで、ぜひまだまだ見てくださいね。楽しみに。それではうちの方に、そうですね、移動しましょうか。はいはい、じゃあよろしく。いいですか。はいはい、じゃあ乗ってください。はい、こちらの席で。はい、どうぞどうぞ。いいですか。じゃあはい、閉めますよ。マジで。はい、じゃあ行きますよ。はい、よし。いや結構うちまで近いよこれ。はい、これでね、これ4人乗車でまあなかなか取る機会ないよね。まあそうですね。そう。後ろの方は座席どうですか、乗り心地とか。いやめちゃくちゃいいですよね。広いですよね。とりあえず広いですね。広い。僕それ結構体がでかい方なんですけど、足元もね全然余裕だし、僕ねちっちゃい車乗ると圧迫感を感じることもあるんですけど、これなんか横もね広いからなんかすごく乗ってて快適っていうかリラックスできますよね。でもこれ後ろって一応3人乗りじゃないですか。あ、3人乗りなんですね。いや、いけますよ。いけますよ。いけますいけます。もう一人男性とかね。いやいやいや、もう全然いけます。もうちょっと編集長目いっぱい左に寄ってもらえる。大丈夫です。はい。空間は広いということですね。はい。シートの座り心地とかはどうですかね。いや快適ですよね。これ心地もすごくいいし。うん。納期の遅いこのレザー。これ本革シートじゃないですか。これがすごい納期遅いんですよね。へえ。だから僕のレポーターがなかなか来ない。ここまでなってるともう内装。いや、それ他にやんなくてももういいやってなっちゃう感じですよね。そう。っていうことはこれは19インチ。そうだね。これ19インチなのかな。Z でしょ。Z。ね、19インチだ。めっちゃでかいですよね。純正でね。純正で19ってどうなのって思いますよね。本当ですよ。てか長いですよね。うん、これナビも大きいしね。こうフロントガラスも結構見晴らしいし、運転しやすいですよね。僕もちょっと何回か乗らさせてもらってて、なんかすごく見やすいし、最初前の見切りが悪いのかなって思ってたんですけど、思ったよりも運転しやすいし、あんまり大きさ感を感じないなっていう印象ですね。これだけ人が乗ってても、これハイブリッドだけど、全然加速グンってして重くないですか。全然重くない。あ、本当ですか。その後ろにね、本当に人が乗ってるっていう感じがしない。いいですね。またサーキット走らせるんですよね。いや、このままだから、ゴアさんのことなんで。ね。このまま行く？このまま行っちゃうんすか？このまま行ってこのまま行こうか。多分走らしちゃうんやろなと思って。でも一回さ、なんかまあ僕の走るサーキットの走る横に片岡さん乗せたり、片岡さんがドリフトするに横に乗ったりさ、いろいろちょっとやってみたいことね。なんか絶対面白いと思う。まあなかなか本当ね忙しくってね。やるあれがないけど、やっとコラボレーションできたね。小林さんありがとうございます。皆さんね。いや本当にすいません。なんか無理なお願いばっかしちゃって。いやいやいや本当に。えもう付き合い長いんですか？小林さんと久保さんは。20年以上ですよね。20年。本当だ。僕そうさっきも話してたんですけど、僕が本当編集やり初めてこの仕事やり始めた頃に久保さんと仕事してるんで、本当右も左もね何にも知らない時に会ってるんで、そこからもうずっとなんでね。片岡さんその時僕ユーザーだったんですよ。あ、そうなんですか。そう、一お客さんだったんです。まだノブレッセ立ち上げる前なんですか。トラックの運転手だったんです。嘘。何乗ってたんですかその時。 SMX。 懐かしいですね。それをもうカリッカリにカスタムしてスタイルワゴンクラブの表紙にもなったし、スタイルワゴンで読者人気投票みたいなのもあったんだけど、おかげさんでそれも1位の賞を取ってもらって。うわすごいじゃないですか。本当にあれでも結構長かったですよね。長かった。 SMX は長かった。えで20年前って片岡さん何やってたの？20年前ってことはクールレーシングってあった？いや僕もちろんないですよ。サラリーマンやってました。あ、そうなんだ。パリパリ営業とかですか？営業だったんだ。営業やってましたね。へえ、すごいね。じゃあ20年前はクールもノブレスもなかったと。社長2人ともサラリーマンだった。すごい。そういうことね。そういうことじゃん。すごいじゃん。ノブレスはいつ立ち上げたんですか？立ち上げた一番最初に立ち上げたのは2001年の時に。でももうそんな2001年なんですか？2001年キャパをさ、わかる？ラグジュアリーのね、内巻きやろって言葉なかった時にやったじゃん。あれがノブレッセのスタート。キャパでした。キャパじゃなくてキャパでしたっけ最初。そう。第一弾やろはキャパなんです。そうなんですよ。すげえな。でキャパの後にその後フィットでしたっけ。割とそういう系統からスタートして。そうなんですよ。片岡さんの中でノブレスのイメージって何？僕はねCRZ なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですか。ちょうどクールのさっきのお店がオープンした時に CRZ 扱ってたんですよ。ほんでシルクブレイズさんのエアロとかノブレスさんのエアロを注文される方が多かったの。そうだからそこで初めて知ってます。あれ近いなみたいな。そう、クールさんはうちのエアロとかいろんなパーツを買ってくれてます。いろいろありがとうございます。うちはショップじゃないんでよ、そのメーカーさんのやつなかなか買う機会がないんですけどね。クールさんはショップやってるんで、来たお客さんがノブレッセ欲しい言うたらノブレッセの商品を取り寄せて売ってくれてたんですよ。なるほど、ありがとうございます。長い間ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。全メーカー OK なので、はい。ただノブレッセさんのは品質がいいです。はい、だから取り付けがねすごく楽なんで、安心ってはね安心ですよね。そのね秘密が僕の会社に隠されてますんでね。ですか。あ、でもどうなんですか。メーカーさん同士が違うメーカーの会社に行くって基本的にはやっぱりないことですかね。あまりないよね。僕初めてじゃないですか。初めてですか。多分メーカーさん。それは光栄でございます。なんかそんな無謀な僕お願いしちゃいましたかね。編集長のお願いだから断れないんですよ。本当に。はい。ここ入るんですか。ここ入るんですよ。うち本当にもうちっちゃいこじんまりした会社なんで。いや。はい。ここです。あ、ここですか。ここです。あ、じゃあもう曲がってすぐなんですね。あ、これ誰が止まってる。カメラマンか。オッケー。はい。でここはね常磐です。常磐ってまあご存知だと思います。はい。完全水平。知らない。ご存知ない。知らない。編集長なれますよ。知らない。クレーオーブンまで。オーブンです。あ、そうなんですか。オーブンね。これこの中で粘土温めるんです。粘土温めるんですか。で粘土温めて柔らかくなって冷えるとカチカチになる。へえ。大体60度ぐらい。しないんですね。そう、だから60度のセットなんですよね。60度ですよね。これが元々のフレームなんですか。これなんですか。そう、これが柔らかくなる。これが柔らかくなるんですよ。めっちゃ軽いんですね。で、うちの職人さんってこのクレイも開発やってるんですよね。そうなんです。いや、温めすぎると熱すぎるんですよ。熱い熱い。手でこう指とかでこうね、触らなくちゃいけないこともあるから。で、あやちゃんが作ったクレイモデルがまたすごい持ってきた。これがね、あやちゃんが作った、あ、何これすごい。これがあやちゃんが作った。うわ、かわいい。私作のゴリラです。これ、そう、これモデル作ったんだけど、すごいのがさ、何も見ずに作ったんだよ。へえ。何も見ずにさ、よくこの鼻作ったり口作ったり、バナナが成功ですね。バナナ褒めてくれた。なんか写真を見ながら作るんだったらわかるんだけど、何も見ずにこれを作れるっていうね。めっちゃ器用じゃないですか。ちょっと体のバランスが。あやちゃんすごい。じゃあもうこれ型を起こしますか。これの T シャツを作ろうとしてる。あ、T シャツを作る。ちょっとそれのデザインを。なるほどなるほどなるほど。まあ車絡めながらの撮影もしていきたいんですけど、先ちょっとお二人の話をいろいろ聞きながら、その後ちょっと写真を撮っていくみたいな流れでやらさせてもらえると。じゃあこの続きはね、対談、片岡社長と僕のハリアーについての対談、これ何月売りですか。8月売りなんですけども、今回は、いつもよりちょっと早い8月12日売りの。8月12日、はい、結構もうすぐなんですけど、なるほど。じゃあもうこの動画が上がってる頃には販売されてる可能性大。そうですね、はい。なので Amazon でも買えますか。そうですね、 Amazon でも買えます。 Amazon でスタイルワゴンって検索すると8月号、9月号ですね。スタイルワゴンの9月号、スタイルワゴン2020年の9月号、はい、これで検索すれば出てくると思うんで、はい、ぜひチェックして購入してみてください。お願いします。もう皆さんご存知だと思いますけども、クールレーシングのチャンネルもぜひやらせていただけるんですね。もう